そういうわけでお待たせいたしましたって待ってた人何人ぐらいいるんだろうね、200人か300人か1000人か3000人かね、1万人ぐらい待ってると思うんですけどね、はい、ゴールデン曜日毎週金曜日、ゴールデンタイム午後8時からはゆかりろお姉さんとアニマ兄貴のクールジャパン沖縄。いやちょっと待って、声ちっちゃいじゃん今。あれそうだった、なんで番組声笑い声がでかいよ、ちょっともうマイク割れてるしもう。あらあらあら、はい、そういうわけでね、はい、毎週金曜日午後8時からこの FM ギノワ、アニマ兄貴とゆかりろお姉さんと、どっちが先でもどっちいいんだろうね、ゆかりろお姉さんとアニマ兄貴のねクールジャパン沖縄でございます、はい、たまにはね、最近ね、アニマさん、あれじゃないですかって、曲かけてないじゃないですかっていう ね、 そうですね、5週連続ぐらいでね、実はね曲かけてないんですよ。喋りっぱなし、喋りっぱなしっていうかね、わざとかけなかったんだけどね、実を言うとね。そういうわけでね、この番組はアニマ兄貴をが本当はメインで、隠れて、スペシャルゲストとして毎回ゆかりろお姉さんとアニマ兄貴でが沖縄をね、沖縄全部をね、沖縄も含めて、小座も、セブンスヘブンを中心にゆかりろお姉さんがクールジャパンを広めるための、番組でございますね、はい、はい、そういうわけでね、普段滑舌いいのに、ね、こういう時に、ね、わざと、ね、片言になって、ね、舌噛みまくるっていうね、これがわざ俺の芸ですんでね、皆さん突っ込まないようによろしくお願いしますね。そういうわけで、この番組は、FM ギノワン70何メガヘルツだっけ、70、ちょっと待って、これいつも読むべきところがさ、いつも読むべきところが実はさ、こっちのパソコンがあって画面に表示されてんだけど、うん、誰かがメール読みっぱなしにしてメール開きっぱだからよ、ちょ、なんだこれ、ちょっと待てよ、メール開きっぱじゃん、ちょっと。そういうわけでね、79.7 メガヘルツね、 FM79.7 メガヘルツ FM ギノワンでお届けしていますけれども、 FM ギノワンホームページの方からはユーストリーム、ツイキャス、それからね、曲なんかの方はね、サイマルラジオ、サイマルラジオではね、曲も含めて、CM も含めて全てお楽しみいただけます。今本当に噛んだ。ちょっとね、今日酒飲んでねえから、ちょっと噛むんでね、俺酒飲んでると噛まないんだけどね。ゆかりのお姉さんは最近は飲んでますか、はい、最近は水曜日にいっぱい飲んで寝てましたね。いっぱい。お店で。いっぱい飲んで。いっぱい飲んで。いっぱい飲んで。3軒はしごしたら寝てた。はよ、はしごで、よくはしごできるね。いやー、あれはね、意地ですよ、意地。俺、飲むペースが早いから、見てわかるでしょ、はい。アホのように早いでしょ、はい。この間もね、沖縄市鳥五郎ってなんだけど、はいはいはい、最初の1時間でね、発泡酒、はい、大ジョッキで8杯飲んだの。それに釣られて、連れが、急性アルコール中毒で救急車で運ばれました。俺の半分も飲んでねえのに、俺のペースに付き合うとそういう目に遭うんだよ。みんな気をつけてね。でゆかりろもあれだよね、俺のペースでは飲まないもんね。そうですね、一応自分は自分のペースで。だって俺ひどいよね、早いですもん。俺とねゆかりろいつも発泡酒とかね飲んでるんだけど、はい、最初の2つ2本は俺倍のスピードだよね。そうですね、うん、ね、で突然ペース落ちるでしょ、うん、限界来ると、まあ、もうね限界来るまで俺一気に飲み続けて、それでやめるから、多分肝臓にものすごく悪い飲み方だと思う、うん、そうですね。負担がかかりの。あとさ、俺いつも一人前500円のお寿司屋さん行ってたんだけど、はい、最近ね、うん、一人前680円のお寿司屋さん発見してちょっといい感じになった。今まではね7貫で巻物3つついて、うん、それで500、味噌汁ついて500円だったのね、うん、でしかも時間制限あったわけ、9時までに頼まないと500円じゃなかったの。ああなるほど。ところが今度見つけたところは、はい、夜の10時半までやってて、10時半までっていうよりも定価で、うん、サービス価格じゃなくて定価で1人前10貫、はい、10貫で10貫に味噌汁ついて魚汁、うん、しかも魚汁、うん、沖縄名物魚汁ね、はいはい、魚汁ついて680円。あら安いですね。でしょ、すごい安いよ。うん、いやだからそれねちょっと、いつもね連れてくからってね、前先週もね、来週こそ寿司食べようねってゆかりろに言ったんだけどね、ダメなんだよ。もうゆかりろの頭はね、もうね、もう入ってくるなりね、もう今日会話ね、焼き鳥屋さん空いてるし。いやだってもう金曜日の夜は焼き鳥っていう、なんかもうお腹と脳みそになっちゃってんで、
ね、もうあのすいません、うち俺んちここまで、うん、あの徒歩でも15分ぐらいで来れるんで、はい、あの俺はいつでも来れるんですよまあそうですけどね、毎週金曜の、まああれだよね、うん、ゆかりろ会ってことでね、ね、ゆかりろファンの皆さんもねどうぞね、あの FM 宜野湾の向かい側に焼き鳥屋さんがありますんでね、はい、この後ね、番組の後はね、はい、あのゆかりろ姉さんとアニマ兄貴がそこで飲んでますんで、はい、ぜひ来てくださいね。女性の、ね、方であればね、発泡酒の3本とね焼き鳥の5本ぐらいはね、うん、アニマさんがおごりますから、おー、うん、ね、そんな感じですで、この番組はね、あのメールを募集しています。これまだ前振りトークなのよ、メールアドレスは797、ね、数字で797 @fmginowan.com、 fmginowan ってひらがなで書かないよね、 fmginowan っていうのはローマ字でね、 .com で、メールくださるとありがたいんですけれども、これはね、次の週になってしまいます。この番組30分番組に短いんでね、メールくださっても読むのは次の週になってしまうんでね。 でもゆかりろ姉さんのファンは、あのゆかりろ姉さんとアニマ兄貴のクールジャパン沖縄ってねタイトルつけてもらってね送ってくれれば、あの、はい、多分次の週にゆかりろ姉さんが読んでくれると思います、はい、うん、でそうじゃない人はね、あのツイキャス、ね、ツイキャスの方でねリアルのリアルメッセージくれればね、リアルタイムでガンガンあの読み上げますのでね、ツイキャスの方は、もうツイキャスの方も FM 機能案の、ホームページの方から見ていただけますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ちょっとね、ちょっとしたね、皆さんにご報告がございます、はい、実はね、昨日、これ絶対ね、聞く人が聞いたらね、お前俺をバカにしてるだろってね、首絞められたりね、あの後頭部を叩かれる可能性があることを俺今から言うんだけど、ゆかりろも多分俺のツイッター見て知ってると思うんだけど、はい、大田区のね、区議会議員さんが去年からずっとクールジャパン大田区、クールジャパン大田区って頑張ってんのよ、はい、ね、それでもって、あの俺も大田区に住んでたし、その議員さんとはね世代も、まあ、俺より全然向こうは下なんだけれども、でね、1年でこれやばいな、これ言ったらまずいかな、これ、あのね、大田区で、東京都大田区でコスプレのイベントを開催している会社に、会社というか法人に、年間で35万円のね、うん、補助金が出ることになったんですよ。年間でですね、年間で、ね、35万円、うん、でこれでやったぞと、はい、これで大田区は、うん、東京都大田区は、コスプレを文化として認めたと、うん、ところがね、実はあの俺ね、東京で、アニメとかの活動してる時にね、これ調べてくれると分かるんですけど、はい、宇宙戦艦ヤマトってあるよね、はい、分かる、うん、分かります。そんな世代、いや世代じゃないけど、パチンコ宇宙戦艦ヤマト、 CR 宇宙戦艦ヤマトとかそういう世代そうですね、きっとね違う、俺ね宇宙戦艦ヤマトのファンクラブに入ってて、はい、当時で、そこが実は東京都教育委員会公認文化団体だったの。へー。で日本で、はい、あのその東京だとか、そのなんていうかな、あの東京も何もかも含めて、うん、文化団体として、文化事業団体として認められてる同人サークルって、後にも先にもその宇宙戦艦ヤマトファンクラブ、ブルーシャトーって言うんだけど、この一つだけなの。へー。でそこの一員だったから、はい、あの国が認めてくれるとか県が認めてくれるってのは俺当たり前の考えで来たから、はい、ね、それいくつぐらいの時だかっていうと、はい、17歳よ俺、あ、高校3年生の時。なるほどね、うん、で高校3年生の時、17歳の時に東京都の大田区産業会館ってとこで、まあ、初めて、うん、まあ、俺の友達とかうちの同級生とかが、まあ、当時はコスプレって言わずになりきりさんって言ったんだけど、なりきりさんやってたんだけど、それで大田区はコスプレ発祥の街だとか言ってるんだけど、実際にはね、そのちょっと怪しいんだよね、それ怪しいんだよ。なんでかって写真がね出てないんだよ。あでしかもね、あの言ってることが、うん、その言ってることがって、関係者が言ってることが、アルプスの少女ハイジやってる子がいたとか、あ、うち、あの海のトリトンってわかる？海のトリトン、わかんないです。トリトンってあの、まあ、手塚治虫のアニメがあって、その海のトリトンのコスプレイヤーがいたっていうのが、うん、まあそのなんていうの、そのコスプレ発祥の地のね、うん、あの証拠だって言い張ってるんだけど、
大田区はね言い張ってるってわざと嫌な言い方するけど、実は俺も大田区出身、今何回も言ってるけど大田区出身なんだけど、うん、でもこのアルプスの少女ハイジやってたのが俺の高校の同級生なんだよね。で、はい、トリトンやってたのが、これ名前言うけどフィリップっていうフィリップ聞いてねえよな、名前出したらあれ絶対 殺すとか言われない。それトリトンやってたのフィリップなんだよ、俺と同い年。へだから、うん、その最初にやったコスプレイヤーやってる連中に、なりきりさんやってた連中に聞いてくれれば分かるんだけど、うん、大田区産業会館じゃなくても川崎産業会館でもやってたよって言われるから、うん、どっちが先なのかっていうのは本人方を呼んできて証言してもらえばいいのに、そうです、ね、伝聞なのよ証拠が、分かる、写真もないわけ、当時だって写るんですがまだない時代だから、そうだね、あの使い捨てカメラの写るんですもない時代だから、うん、そうですね、うん、ピッカリコニカとかねそういうカメラでね撮ってる時代だから、俺もだってあの時はねフィルム1個現像するのにまず500円ぐらいかかって、さらに1枚30円ぐらい現像料がかかる時代だったから、だから写真全然撮れ、まあ大体ねコミケ自体が、うん、まあ、あの撮影禁止だったんで、うんうんうん、まあこう、まあそれでね大田区では、まあ、ねコスプレをやる、まあ、法人に年間35万円の予算がおりました。おめでとうございます。でもねクールジャパン沖縄だから、沖縄クールジャパンだから私が所属している、沖縄観光未来を考える会が主催している、沖縄国際コスプレ祭ね、4月今年は4月23日に行われます。急に声トーン上がるからね、今年は4月23日に行われて来年ね行われて来年は4月22日、2017年は4月22日にね茶壇で行われる沖縄国際コスプレ祭、これは県の委託事業でございます。全額県の予算で行われてる、多分世界初日本初唯一の、県の事業なんでございます、コスプレイベントです。お前もうちょっと新聞とか取り上げてくれよイエーイ、そうですよね、もうちょっとね新聞とかね話題になってもいいんだけど ね、これ正直言うけど、はい、同じようなことやってる人たちが、うん、要するに他のイベントやってる人たちが、はい、困ったもんで、うん、妬んじゃってるんだよ正直言って。ほう、うん、変なのなんかね、うん、俺だって俺金ないじゃんねなんか俺にね圧倒的な財力とね、うん、なんか人脈があるみたいに思われちゃってて、あーアニマンさんが全部やってるんだみたいな感じ、うん、で税金ね投入されたのも、うん、多分俺がね圧力かけてとか、うん、まるで全然違うから全然違うから全然違いますから、沖縄の場合、沖縄最大のね、観光の組合があるんですけども、そこがメインになってね、バックアップしてくれて、でその沖縄の観光業界がねホテル業界とかレンタカー協会とか、うん、それから各種旅行会社ね有名な旅行会社が全部ね一体化してね、それでねやってるのが沖縄国際コスプレ祭で、俺はねただのねそのプロデューサー、まあ、現場監督、はい、無理やり第1回が終了した直後にね実行委員長とか無理やり名前つけ無理やり肩書きさいや俺メインプロデューサーって名乗ってたのにさ名刺もらったんだよ、名刺もらったらさ実行委員長にされてんのいつの間にか、あらいいじゃないですか、責任を負いたくないよいいじゃないですか、うん、まあ、まあそんな感じなんでね、はい、正直言ってすごいです、うん、総事業費が4桁万円ですこれ言っちゃいけないんだ、細かい数字上でまだ言えないんですよ、うん、今年度終わるまでは言えないっていうね、今年の年度が終わらないとね、年度末、要するに来年のね、4月にならない、3月の何日か過ぎないと言えないんですけれども、うん、4桁万円でございます、はい、すごいです、年間35万円と1日に4桁万円、うんね、どっちがすごいか本当にね、で35万円は年間でしょ、うん、それで1年間ずっとコスプレイベントできるわけじゃないでしょ、で俺に ね年間35万くれたらね、うん、5回はねコスプレイベントできる宮まで、あーなるほど本当嘘じゃないですよ、なんでかっていうとね、もう 今日ネタバラしちゃうけどね、沖縄国際コスプレ祭ってもともと美浜漫画メガエキスポ MMM 美浜漫画メガエキスポっていうね、まあまあ、そういうコスプレイベントだったんですよ、その時はね全部ね俺のね自腹でねやってたんですよ、
あ、そうだったんですね。俺の自腹切ってやってて、最大10万円の赤字で、延べ人数3万人を動員したね、イベントなんでね、すごいねすごいでしょ、10何万円で、ね、うん、10何万円の投資で、3万人、延べ人数だけど3万呼ぶってすごいでしょ、それでだから注目されてね、それでようやくね拾ってもらえて、今ね県のねバックアップでやってるというところです。まあね、お話長くなっちゃってすいませんって言って、もう15分経ってるよスタートから。俺の話長いんだわ、ごめん。俺の話長いわ。あの今日の目玉ですからね。目玉だけど、目玉だけで終わりそうだね。ちょっと一曲お届けいたします。ロリー、寺西ってんだっけ、なんだっけ、セックスマシンガンズは、違う、スカンチだ、スカンチ。あ、わかんないです。知らない。スカンチのね、ロリー・テラニシっていう人がいてね。あ、どっちがいい、あのピチカート5とローリーとどっちがいいかな。じゃあせっかくローリーって出たんで、ローリーで。あ、じゃあローリーでマッハバロン。
はい、こんばんは。続きはゆかりろが喋ろということで何を喋ろうかなと思って。自分も番組持ってんだから別に好きな人も喋るように練習しないとダメじゃん。はい、はい、うん、ツイキャスたくさん来てますね。じゃあツイキャスちょっと、はい、ツイキャスでメッセージくれた皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。どっからかな、よいしょよいしょ。橋さん、スーパームーンは見れたかなということで、なんかね、内地はちょっと曇ってたのかな、見れなかったところいっぱいあったみたいで、でなんか沖縄は結構ね見れたっていう人と、まあ私もあのスーパームーンのね写真がねいっぱい送られてきましたけど、いろんな人からなんで私に送ったかは謎ですなんでわかんない聞きたくなるじゃんわかんないけど本人も謎なの。はい、本人にも謎じゃしょうがない。普通さ、ほら見えないところに住んでたらなんか送るじゃん、うん、見れたよって、そんな同じ沖縄に住んでるのになんかあのね送られてきてもちょっと返事に、あ見れたんですねみたいな返事に困るよね。あとそれからだよね、見れないところに送ってもさ、うん、あのくっちり見れてざまあ見ろみたいな感じ悔しいんじゃないそれもあるよね。夜逃げドローンさん、こんばんは。ジムに間に合わないのでご挨拶だけで失礼します。ゆかりろ姉さん、兄貴またよろしくお願いしますということでね、はい、ありがとうございます。ジムに行くんだね、鍛えてんのかな。で鍛えてるどん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 次行こう、どんどん次行こう、はい、どんどん告知間に合わない、ほらもう残り4分ないよ、3分しかないよ3分何十秒だよ、はい。うん、琵琶湖さんもありがとうございます。橋さん、告知なんだろうということで、さてじゃあ早速告知の行きましょうか。告知行こうか、はい。ですね、来月です、12月9日金曜日、もう1ヶ月切ってますね、はい、ミュージックタウン音市場ホールにてすいません、はい、セブンスヘブンライブハウス、セブンスヘブンのね16周年の、イベントがあります。前はあれだよ、何周年記念って何日かにわたってね、セブンスヘブン自体でやってたんだけどね、今回そういうのはないの？あります、土曜日に、うん、これは、また土曜日にねあるんですけど、うん、まあその前日、うん、金曜日にですね、音市場の方で、でかいホールの方でありますね。でなんとゲストがすごいんですよ、まあ、毎回ねセブンスヘブンのあの周年祭はゲストが豪華というあれなんですけど、今回はね初デーモン閣下が降臨します。おお、はい、去年はあれだよね、ライダーチップスなんか来てたよね。あ、そうですね、うん、と言ってライダーチップス分かる人いるのかな、うん、まあ、あのデーモン小暮閣下もね私の使っているこのベルトは仮面ライダーの変身ベルトではないんだ、まあそんな、まあ、仮面ライダーつながりってことでね、ちょっとね、はい、あんのかもしれませんね、はい、はい、そんな感じで、であと、まあ、お決まりの紫ですね、やっぱセブンスヘブンといったらね紫、ま、あの紫ってあの村にあのひらがなの際に来るって書いて紫かな、なんかちょっと違うね違うねそうそう、1970年代に活躍した沖縄ロックのね大御所、はい、紫ね、実はアニマ兄貴が、紫を見たのは、札幌の中島公園の屋外ステージで、はい、紫とコンディショングリーンという4人林が、だから紫とコンディショングリーンという4人林なんてもう普通の人は分かんないかもしれないけど、うん、要するに沖縄ロックの大御所、紫とコンディショングリーンをね、小学校何年生だったかね、小学校確か4年生か5年生ぐらいの時に、はい、それでステージで紫がティーパープルのハイウェイスターのカバーをラスト曲にやってたのを見たのが最初で、まさかその時のボーカルが俺んちの店の隣で店やって、はい、それでもって、俺から5000円借りてそのまま今いなくなってるんだけど、その時のボーカルはね今その時のボーカルじゃないから言えるけど、はい、はい、さっきねあのスーパームーンのね写真をいただいたのはこの紫のリーダージョージ紫さんから送られてきたものですはい、言っていいのかよそれ、それ個人情報じゃんかよそれ、思いっきり、はい、残り50秒だよ、はい、ちゃんとずらっていかないと、最近ね早口早口、はい、毎年お越しいただいてます高崎明さん、ラウドネスのギター高崎明さんです、うん、ね、あと、XJAPAN の、ね、ギターパタさん率いるレインっていうバンドがありますね、そちらのレインのメンバーもね、来ますね、時間を言わないと、時間とかね、はい、オープン、5時半、夕方5時半スタート6時半です。チケットの方がスタンディング前売り4000円、当日4500円、学生割引がなんと2000円ということで、ね、
最高です、はい、そういうわけで、残り10秒に なりましたのでね、詳しくは、セブンスヘブンのホームページをご覧ください、はい、そういうわけでゆかりろお姉さんとアニマ兄貴のクリジャパン沖縄時間です。待ったのー